さくらファミリー Vlog。 次は、はい、これなんて言うのかな、空対五峰山道、頂上まで 700m、 はい、はい、トラさん発見、トラさん、あら大きなトラさん、トラさん、ここにあります、かわいい三線箱、あ、空発五峰やって、空発、山頂にある一眼成就の空発五峰、発か、ほら、あっちのさ、ほら見えてるお地蔵さんの方へ回っていこうか、あ、こっち本堂か、本堂から来たとこね、うん、鐘楼みたいなのが、ほら、あ、ほんとや、金ちゃん、金、まあ、金月堂、鐘楼や、こっちが多宝塔、立派、多宝塔の横を、おお、まだちょっと階段や、鳥居がたくさん、ここはね、多分縁の行者さんやね、で、この右をさ、ここをほら、登って山の方へ行くんだよ、これはもうこれ以上無理、ジジババには諦めます、で、私たちは山を諦めて、はい、こちら横の道をぐるっと回って元の方へ戻っていこうか、はいよ、やっててきました、楽ちん、シャクちゃん、楽ちんちん、お、見えてきたぞ、でかお地蔵さんが見えてきました、はい、この手前にこれは、はい、龍福稲荷、はい、これは参らなければ、はい、家族みんな龍福になりますか、はい、桜も龍福になったかな、桜も龍福になった、桜もうこれでみんな龍福、はい、縁結びや、今度は観音様、縁結び観音様です、優しい顔やね、ほら大きな、ほんとや、あ、
ってた金、なんていうの、金集め、金収弁財天さん、お金が集まり融通も叶えてくださります。ゆず様、これは御そらそばティエリソワカ、よろしくお願いします。日本一大地蔵さん、14.54メーター、おお、すげえ、でかい、日本一、はい、ピカピカです。わあ、すごいよ、中も祀ってある。イボ地蔵さん、イボ、桜もママも、ね、みんなのイボがなくなりますように。はい、はい、桜のイボいっぱいあるもんね。イボなくなりますようにお願いします。トラさん、トラさん、カッキョウズーさん、よろしくお願いします。すべてにユズ聞きますように、サクちゃんもユズ聞きますように。自在道寺とお地蔵さんと虎さん発見です。すごい、この虎は出ました。満願の虎さん、この虎は聖徳太子様をお使いした満願の虎です。全ての願い事を叶えていただけるとえらい、すごいね。本堂に向かって一礼、虎の足を刺すで御神言を三遍唱えください。ありがたいと思います。100万1億なのか、すげえ。100万円はないな。10円で、なんと、がめつい帽子取って1で3回言うよ。本弁本べいしらまんだやそわか、本べいしらまんだやそわか、本べいしらまんそわか、はい、お尻もつるつるなってるんですか。足をさすってよろしくお願いします。1億円。ここは玉蔵院シャムシチャムジョ秘宝なんかいい感じやね。くぐるようになっててちょうどね、いいね。これが見えてるな、ちょうど。またまた魅力的なの発見。ゼニガメ全身、正しいお参り順路、観音堂、貧乏神よき、貧乏神やっぱおるんか。ゼニガメ堂、これ何だ、サントラというミトラというの体内くぐりで、5番が千住院ごま堂行って終わりと。わ、見て、お地蔵さんいっぱい、千体地蔵やて、すごい。これがよ、ほっくり地蔵が、うん、これピンコロ地蔵、これ極楽地蔵、面白い、これおもろいな、願掛け地蔵さん。これで
お願いします。ぷっくりどうぞ繰り返してください。これ観音堂さん、まずこれから行かんとかんじゃ。おんまかキャロニキャソワカ、おんまかキャロニキャソワカ、おんまかキャロニキャソワカ、よろしくです。では次、貧乏神よけありました。はい、うん、我が家邪魔ギャラベイソワカ、オン我が家、オンウガヤジャヤギャラベイソワカ、オンウガヤジャヤギャラベイソワカ、よろしくお願いします。昔より下の世話、下の世話になる、はい、では、はい、はい、よろしくお願いしますね。はい、サンプラム、はい、ライク、行きます。お砂踏み、ここも88箇所お砂踏み、これやね、入ります。いろいろ書いてる。発見の旅とは新しい目を持つこと、高貴は幸運ではなく勇気の成果、迷い宝珠ってなんか真ん中あたりに通れば福、福来る、福来る、ミトラ対サントラ対内風里、父トラ、母トラ、子タ、子トラ、本パラタムの三番だたら、出口です。おー、トラの母、すごい。途中にもう一体ちっちゃめのトラさん、大本山、千住院、大黒天さん、お、トラさん発見。なんかちょっと怖い顔してるって思ってます。笑いトラって言ったんだけど、これ笑ってるわけ、笑う。ごほうごほうの由来、ちょうちんがいっぱい、なむけんがいごほう、なむけんがいごほう、なむけんがいごほう、おじちゃんも元気でよろしくお願いします。はい。
階段堂さん到着です、はい、到着です。お邪魔します。あーすごいね。とか全部頑張って回れたな。はい、はい、さくらも頑張ったね。そんなコンコンしないで行きますよ。帰ろう。はい、ちょっと疲れたけど。じゃあだいぶ疲れたから。